え、え、ちょ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 、え、大丈夫？あそこのおじいちゃん、え、もう踏切閉まってるよ。え、激安90円から始められるメンバーシップのご案内をさせていただきます。鉄道総合館では月額90円からメンバーシップをご利用いただくことができます。コメントやチャットの横に表示されるバッジ、これはご利用されている月数に合わせて色が変化していきます。またオリジナルのアイコンやメンバー様限定の動画、メンバー様限定のライブ、メンバー様限定のチャットに参加していただくこともできます。上位のグリーン車になりますと、ライブの予定の先行公開、乗車予定の先行公開、ライブの場所、列車のお知らせ、コメントの優先返信、電車ネゴタイトルの反映、メンバー限定のアンケート、そしてグランクラス以上になれば生配信の出演、コラボ配信や LINE、Twitter、インスタなどの SNS のフォローのバックの 100% お返し、プライベートの写真の投稿なども行っております。ぜひご検討ください。はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本、京浜東北線、東京臨海高速鉄道臨海線、東急大井町線の発着する大井町駅に来ております。先ほど京浜東北線は蒲田駅付近の踏切にて人が倒れているということで安全の確認を行いました。その影響で京浜東北線上下線に最大で15分程度の遅れが発生しております。現在そのため京浜東北線の運転間隔が非常に短くなっております。横を走る東海道線や防護無線を受信した横須賀線にも影響が出ているとのことです。さっきから頻繁に京浜東北線の上下線と東海道線の上下線がですね、バンバン発着していくんですけれども、その関係か近くにある大井町駅近くの踏切がですね、頻繁に閉まっておりまして、ちょっと危ないところをですね、目撃してしまいました。もう場合によっては非常停止ボタン押そうかなって思ったぐらいの、状況になります。早速その映像を見ていただきましょう。どうぞ。あ、お、またまただ。また踏切鳴ってます。大丈夫？大丈夫？これ列車近づいてるのに明らかに踏切の中で立ち往生しちゃってますよ。やばいですね。非常停止ボタン押した方がいいですかねって迷ってる場合じゃないんですよね。押した方がいいですね。え、おじいちゃん大丈夫？あ、大丈夫か。よかった。いや、近くに優しい方いてよかった。でもまたこの踏切をあのおじいちゃん渡んなきゃいけない。あー、危ない危ない危ない。おお、大丈夫か。また踏切閉まっちゃいましたね。いや、一般の普通に歩けてる女性でさえこういう感じでくぐっていますからね。いや、閉まる頻度は早いですよね。あのおじいちゃん、無事渡りきれることを願います。あ、ちょっとダイヤ見られた直後はね、踏切が頻繁に閉まるのがデメリットですよね。
今踏切が開きました。閉まらないでくれ。おじいちゃんかなりゆっくり歩いてますね。踏切が長ければ長いほどこのご年配の方にはきついんじゃないかな。大丈夫かな。接近放送流れてますよ。もう頑張れ頑張れ。あ、渡り切った。危ない。はい、ということでなんとか無事でよかったです。もうちょっと見てる側もヒヤヒヤしましたし、非常ボタンを押した方がいいかななんて思う瞬間もありましたけれども、皆さんはいかがだったでしょうか。この動画、踏切結構危険だっていうの分かりましたかね。ご年配の方にとってはかなり危ないものですよね。もし危ない瞬間を見つけたら、踏切には非常停止ボタンがありますので、ためらわず押していただいて安全第一でお願いいたします。この動画役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッズ、フォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっておりますので、ぜひ概要欄ご確認の上ご検討ください。本日も最後までご乗車ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you for traveling with us, and we look forward to saving you again.